くよくよデバイス、やるぞ、うっす。いやー、ナインティナインをいくつかやってぷよぷよデバイスにまた再び帰ってきました。ちょっとね、自分の成長っぷりを見てくれよ、何も言わずにね、成長っぷりを見てください。よろしくお願いします。今日キャラ誰にしよっかな。これでいいか。なんかこれのボイスチェンジがね、いいのよ。ちょっとやるか。ちょっとやるか。ください。よろしくお願いします。まあまあまあね、結構ね、成長したよ。ごめん、成長は終わった。俺の成長終わったわ。俺の成長は終わった。俺の成長は終わりました。早くない？俺の成長終わるの早くない？俺の成長終わったわ。もう俺の成長終わったもん今。ティラの成長は終了したわ。じゃあここはね、いつもの3列円をちょっと組み立てていこうかなって思いますね。これはこの前も紹介したね、3列穴開きのね、3列ってやつっすね。まあ2列なんですけどね。始めよう。あ、よっと、稲妻落とし、稲妻落とし、稲妻落とす。はい、6、7、8。まあこんなもんでしょう。はい、勝ち。まあまあね、これはね、もう僕から毎回やってるね、定番ですよ。僕の勝ちね。これはね、定番で僕やってるね、中空き3列ってやつですね。じゃあちょっと見せるよ。この譜面はいけるわ。でこう組み立てていくとね、まあまあ賢い方はもうわかる形になってるんですよ。おお、終わった。俺のショータイム終わった。嘘でしょ。おい、嘘だろって思われそうですけど、いきます。 DT サイドワインだ。 DT 法ができるようになったんですよ、私。私ね、よく動画で使われる、よくね、99のね、大体みんな無難に落ち着いちゃうっていう話の DT 法ができるようになりまして、まあ、結構な頻度でできるようになったよ。だから、うん、結構な頻度でね、できるようになったよ DT で。初期によの不明、初めの形によってはできない。間違えた。どうしようかな。こうしよう。でこれで連が続くね。これで連が続くから7、8、9、7、8、9、10。はい、いった。11体。はい、勝ち。ね、DT をうまく組めれば、 DT を組んだ後に連3列連を始めるっていう、こういう戦法がね、できるようになりました。はい、よろしくて。よっしゃ、4人でやるか。まあ4人って言うと CP3 人なんだけどね。ね、乱戦にちょっと備えておこうかな。友人たちとやる可能性がなきにしもあらずなんで、収録的にもね。はい、ここはね、友人たちをやるために4人で練習したいと思います。まあまあまあ、 DT 組めば、うわ、急に見づらくなったな。急に見づらくなったじゃん。うおー、間違えとる。やめだ、収録すると緊張してた。なんか収録の時に緊張してね、詰めなくなるな。あれ、いつもできてんだけどな。今日は俺ダメみたいですね。今日は俺ダメだな。もう今日は俺ダメだわ。今日の俺はダメだ。あ、今日の俺ダメっすね。なんかちゃんとミクストのものを詰めない。あ、来るね。やばいね。行こう。始めよう。こうの、あ、レン終わってる。そうか。あそこは穴開いてんだ。まあ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 、これぐらいにしといて、ここの穴を消す。まあ、このね、4人になると、本当に試合展開が早いからな。ついていけなかったらもう負けだからね。まあでもね、俺はね、99で、たくさんのライバルを倒してきた男ですよ。ライバルってかっこま、コンピューだけど。よっしゃ、あ、掘っていこう。穴掘り作業始めようぜ。え？やばくないです？ぷよぷよの火力やばいな。一人もうだから、ついてきなくなってもん。ついてきなくなってんじゃん、あいつ。やっぱぷよぷよの火力がやばい。ぷよぷよの火力、ぷよぷよはマジで火力高いな。火力高え、ぷよぷよ。マジかよ。
あ、DT いい感じに組めてますよ、これ。これね、あ、ザ・無難の戦法、DT 法が使えます。いきます。ね、こうね。ザ・無難戦法、DT 法、発動。いきます。はい、OK。で、マジック。いいね。これでね、ぷよぷよはまず DT で止めると、効果的なんだよね。あー、どうしようかな。これで、あー、あいみの地帯になっちゃったね。よくないな、あいみの地帯。やばいか。始めよう。危ねえ、始めた。始めよう、始めよう。3列で始めよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まあ、10かな ?10 かな、どうだかな、どうかな、10連。10連でまあそこそこいった方かな。 OK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 。 1人倒れてるね。あ、でも1人なんだな。やっぱさすがに火力は分散されてるか。さすがに火力は分散されてるのがね。ただぷよぷよの火力やばいけどな、そう考えると。おっ、いいね。まずあの人を倒す、あのいつをマグロ倒すなんでかいよ。マグロ倒せれば、あとはテトリス同士か、俺らか、あとは、あとは俺らか。おい、勝ち。オッケーオッケーね。99やってるからね、ある程度長期戦に耐えれるようになってきたな。あー、このパターンかー。悪くはない、悪くはないだろう。たまにね、僕ね、DT 組めないんですよ。そう、たまになんかね、え、それ無理じゃねみたいなのがあって、その時は、もうね、あ、え、なんで、その時はね、こういう風にね、歩みの地帯がいっぱいできるっていう。いきます。歩みの地帯やばくない?この、この歩みの地帯の数やばいだろ。なんとかしてくれよ、誰か止めてくれ、俺の歩みの死体の数。とりあえず行くか。だから初心、なんかね、調べたところね、初心者にはあんまりおすすめできないんだってさ、DT も。DT ばっか覚えると、T スピンの形とかを覚えられないんだってさ。とりあえず消しちゃうか、もう。消していこう。この下の方がやばいんで、個人的に。整地しちゃう方が、整地しちゃって言ってた。整地した方がいいね。整地整地。ちょっと掘って、新しく始める感じでいいと思うわ。いやー、これ整地する時間あるかな。整地する前にコンピューター待ってくれるかな。コンピューター、ちょっと俺に時間くれないかい。あー、マジか。そうか。やばっ。テトリスですわーとか言ってるやつ俺。あ、でもぷよぷよ2人が倒れてんじゃん。いい感じだよ。あ、やべ、来んのか。いきます、 T スピンダブル。 T スピンダブルでちょっと相手を調子に乗らせない。相手は調子に乗せるわけにはいかない。いやー、やばいね、ちょっとやばいなちょっと火力が足らなさすぎる。掘っていきたいけど掘れない。ジレンマだな、これ。すげえジレンマ感じるわ。よし、来た。いい感じに。いい感じになってきたよ。どんどん揃ってきた、どんどん揃ってきた。オッケー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 。だいぶ持ち直した。オッケー。終わった。終わったか?終わったかな?はい、よし。よし。DT 組め、DT をもうちょっとちゃんと組めればいいんだけどね。ぷよぷよと組むぞ。ついてこい、マグロ。あ、比較的いい形だ。あ、DT 失敗。もう DT 失敗。もう私の世は終わりました。私の世界は終わりました。私の世界終わりました。なんで次のミノちゃんと見れないんだ、今日は。今日はあれか?自分のさ、あ、ちょっと待って。あれか。多分ね、この収録のね、前の日に、ちょっと嫌なこと、嫌なことがあったんで、それを引きずってる気がしますね。絶対そうでしょう。
あれ連鎖してる。もう連鎖してるあいつ。いいぞ。いいぞ連鎖。いいな連鎖じゃないで連か。あ連鎖で合ってるわ。ダメだ。今日俺はダメだ。マグロ頼む。マグロ頼む。俺の代わりにやってくれ。あー強み。あいつ強いぞ。あのコンピューが強いぞ。どうなってんだ。あのコンピューが強い。いややっぱ実況撮るときはね、やっぱ体調とかね、あの心身の面を考えないといけませんね。うおマグロすげえ。マグロすげえなあいつ。マグロすげえぞあいつ今回。あいつすげえぞマグロ。マグロすげえぞ今回あいつ。めっちゃ頑張ってくれてんじゃん。あでも今回俺は任せろ。来た。完璧な形ですよ DT の。今回 DT の完璧な形ができた。オッケーマグロ俺も乗ってきたぜ。いい波乗ってるよ。いい波、いい波乗ってっから任せろよ。ほらめっちゃいい波乗ってるもん今。あやべミスター危ね。よしそのリカバリーは大事。始めるか。いきます。マグロ大丈夫かその面。俺がカバーするかもしれない。あ間違えたやべ。間違った置くところ。しかしまだいける。まだカバーできる。9連どうかな。9連9連だわ。うおお互いいいとこ出したね。じゃあまあこの前一人じゃ勝てなかったわけですよ。このシャキーンと音する最強のコンピューなんですけど、まあ、これに勝てなかったわけですよ前回一人で。この今日のこのマグロくんめちゃくちゃ強いんで、まあ、一人じゃ勝てないんですよ。友達連れてきたんで、僕マグロという友達と一緒にネムレスを、この最強のネムレス、このシャキーンと音する最強のネムレスを倒してみたいと思います。あいけんじゃない。まあ最強だかんなレムレスな。でも最強とはいえ2人でやればいけんじゃないかな。頑張ろうマグロ。マグロ一緒についてこい。俺と一緒に。ワイは猿や。テトリスのプロになるんや。オッケー。そこそこいい形できてるから。俺そこそこいい形できてるぞ今回は。来た行くわ。来た。まず DT 成功。まず DT 成功。俺成功とか失敗なの。俺は DT 成功か失敗かっていうさ、重要なステータスあんの。でも DT 成功しなかったらさ、確かに穴だらけ。あいつダメだぜ。始めるか。任せろよ。任せろよ。よし。きつい。あいみろー。マジぷよぷよが何もできないのはきついって。ぷよぷよ何もできなかったじゃん。いやぷよぷよ何もできなかったからね今。危ない。なんだなんだどうしようどうしよう。何してんだ俺。何してんだ俺。やばいやばい。ちょっと待って、あまりにもひどいこれは。俺がポンコツやらかしてる。この形はやばい。やばいやばいやばい。あいつテトリスめっちゃ落ちてくる。何それ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。ああ危ない。無理無理無理。もう無理だよ。もうやめとけって。動画が終わっちゃうんだよ。もう動画終わる。さよならさよなら。俺は終わるなぁ。3人で勝負や。まあ、2人でダメなら3人の理論でいきます。はい。しかも今回味方が1人テトリスなんで、お、これいったべ。いや、もうこれでいけなかったら嘘だよ。これでもういけなかったら嘘だと思うんだけど、俺。これでいけなかったらもう、俺たち、もうマジしょうもないよ。強い人にさ、3人で寄ってたかってやっといてさ、負けたらもう、俺は言うことないわ。
行くぜ。オッケー。エステティックマジック、あとは僕は3列連を組めれば。やっぱプープーきついんだね。うまい、あ、うまいテトリスを相手にするときついんだろうな、プープーって。こう考えたら始めた方がいいね。もう始めよう、始めよう、始めよう。もうやばい、ほら危ない、マジで危ないぞ。どっかで始めないと。ここだな、みんな、みんないいとこ出していこう。みんないいとこ出していこうぜ。みんながいいとこ出していけば絶対勝てる。ほらいい感じだよ。みんながいいとこ出せば絶対勝てるから、みんないいとこ出していこう。あー遠いかな。よかった、 T ミノ、あ来た、 T 来た、行くか。ほい、 T ミノの T スピン決めて、これ掘りたいね、これ掘りたい、掘っていきたい、掘っていきたいけどどうだろうね。これはこうしよう。 OK、 これで T スピンダブル。みんな、みんなで、みんなでやれば絶対いける、みんなでいける。有名実況者もやってたじゃん、有名実況者もやってたじゃん。みんなで寄ってたかれば勝てんだよ。みんなで寄ってたからないと勝てない。俺たちはそのレベルなんだぜ。みんなに寄ってたかればいけるさ。やばい、 T ミノ、アイミノ地帯ができた。あー間違えた、おーいおーいちゃうわ、勝てるに決まっとんねやって。4人だからね。うん、 OK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 、 4人でいけばさすがに、さすがにね、4人でいけばねいけるでしょう。うん、来たわ、行ってくるわ。 OK、 さらに連行、さらにあれをしたいけど、ちょっと自分はポカやらかしてるか。あいみの早く、あいみのさん来た、行くぜ。 OK、 開幕は大丈夫だね、開幕は合ってるけど、ちょっとそれはやばいぞ。大丈夫、いける、死ぬ、あやれてる一人。あーマグロか、やっぱり2列連だけど、2列連くそ、1人倒れたのはもう俺たち半壊だぞ。俺たち1人倒れた瞬間もう半壊じゃねえのか。来たわ、行ってくるわ。オッケー、 Tスピンとかを利用して勝っていこうぜ。さすがに勝てるだろう、これで。いくら相手が最強でもなんとかなるだろう、3人ならさ。嘘、やばい、もう俺たち1人になったらもうダメだからね。2人のうちに決めてしまわないとほぼ負けだぞ。あやべ、変なとこやっちゃった、変なとこやっちゃったよ。うー、きちー、きちーなーこれ。よーし、アイミノ、よーし、よーし、いった、この、これで返したぞ。いやー、あったま使うねーこれ。はいはいはい、4、5、ここは無茶はしない、無茶せずに。いやしかし向こうめっちゃ弱んじゃねえか、よく見たら、え向こうめっちゃ余裕あんじゃん。あ見たら、うっ、コンピューもそうだけど、よく粘ってんなあいつ。あやべ、あああ、危ない、頑張れ頑張れ頑張れ。コンピューなんでそんな粘ってんだあいつ、すげえぞ。え、あいつめっちゃ粘ってんじゃねえか、頑張れ、応援するわ、応援する。なんで俺こんな戦いを見せら、みんなに見せてんだ。頑張れ頑張れ頑張れ、いけるぞ。いけない、これいけないわ、だってもう俺たち、あいいよ T スピン、なんで、あ
頑張れ頑張れだって積む速度が違うじゃん、向こうと向こうとこっちの積む速度の違いやばいでしょ。ほら向こう、あいみの地帯やば、あいみの地帯やばない、向こうの、あれ向こうあいみの地帯作りすぎじゃない、え甘くないね、二人でいれば最強なんだよ、勝ったワイト勝負やなぜそうなったいやこれが最後の最後、もうこれが最後の勝負、そんなに強いんだったらね勝負願いたいんやけどさ、俺ね積み方間違えたんだよほらまあこれはね相応のハンデでぷよぷよテトリスにハンデなんとかねえんだよな相応のハンデとか言ってるけど、ぷよぷよテトリスに相応のハンデが存在しないんだよな何を言ってるんだ俺は、もう今日の俺はダメだ心身状態が不健康であります私今日今日の題名はあれやな、心身状態不健康テトリスかな、危ない危ない危ない、ほら今日の俺ダメだわ今日の俺ダメだうん、やっぱねなんかね不安事とかね迷い事があるときにね、なんか実況でちょっとテンション上げようかなって思ったんですよ。あんま良くないですねこういうのって反省しよう、無理にテンション上げて実況するのはね良くないんだなって、今日を通してよくわかりました。6年やってんだからそれぐらい分かってほしいですよね。始めよう、さあ行きよ、さあ行きよ、行きよ、行くよ、始める、危ねえ危なかった、なんで俺あんな風に置いたんだろうな、5、6、7、はいはい勝ち、もうこのパターンに持ってけば勝てるな、コンピューなら。まあ、問題はね、ニック機うちのね、三棒にはそれが通らないんですけどね。おうおうおお、もうこうなると、こうなるとめんどくさいな。こうなるとどうしようかなってなるわけよ。こうなると T ミの街よ。いや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 、もうやばいんじゃん。もうやばいんだけど、おい DT ってなんだっけ、 DT ってなんだ、俺に教えてくれ、なぜ今日は DT がこんなに組めないんだやばい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 、もうやばい、かなりやばい、こうしてどうしようかな、あーまあいいか、いくか、 T スピンで、よし開いた、うおよし開いたと思ったのに、今日コントローラーの調子が悪いというか、多分俺の調子が悪い今日は、今度こそお前でもさっき最強だったもんな、俺が倒れたのか取ったもんな、あいつってことはこいつに勝てばさらに俺が最強ね小せえマウントだな小せえマウントだなでもいけんじゃない、なんか流れ的にいけるでしょ、もう勝ったでしょ、はい、今日は白くやめよう